お待たせいたしました。マイクロマウスハーフサイズ競技フレッシュマンクラス午後の部を開始いたします。引き続き MC は松原明が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、では出走番号24番の方、出走お願いいたします。はい、タイマーカウントダウン。はい、スタートいたしました。はい、こちら厚木ロボット研究会所属の西崎慎吾さんのロボット BM02 です。さあ、滑らかな滑り出しということで、赤と黒でかっこいいロボットですね。さ、はい、そうこうしているうちにもう間もなくゴールというところですかね。あ、やはりこちらもぐるりと回っての、はい、ゴールいたしました。お、早いですね。34秒681です。暫定1位となりました。おめでとうございます。はい、あ、始めるときは手を挙げて合図していただければと。スタート。はい、はい、2回目走行スタートです。さあ、午後1でいきなり最速を叩き出していただきました。こちらこだわって、はい、作成したポイントとかはあるんでしょうか。いや、ステッピングモーターで小さく作ろうと思って頑張ったら、ステッピングモーターでもっと小さいのがあと2つ後に出てくるんで、そうでもなかったかなと思います。はい、小さくするの苦労しました。あ、はい、ということで到着しました。はい、記録が27秒955です。おめでとうございます。暫定1位です。早いですね。残り5分というところですね。スタート。これでスラロームやったら新人じゃないね。はい、では3回目の走行スタートです。なかなか機敏な動きで素晴らしいですね。先ほどとはルートがちょっと違うようで、まあ違うルートで重ね探索ですよね。はい、重ね探索ということですね。さあ、先ほどから順調に30秒切った記録が出ておりますが、こちらも記録が期待できそうですが、はい、ゴールいたしました。記録は30秒601です。残り時間は4分、お、もうそろそろ切るというところですね。はい、じゃあこちら帰ってくるということで、はい、まもなくスタート地点に戻ってまいりました。さ、続いてこちらが4回目の走行となります。スタート。はい、4回目スタートです。お、少しスピードが上がりましたね。早いです。さあ、1回目の走行と同じルートをたどってというところですね。はい、残り時間3分を切りました。さあ、これはタイムが期待できそうです。もうそろそろゴールというところです。ゴールしました。記録21秒581です。おめでとうございます。さあ、もっと、あ、これがトップスピードですか。いや、もう一個あるんです。もう一個あるということで、あ、そうだったんですね。 4×4 なんで、家のコース 4×4 なんで、どんくらい出るか分かんないね。さあ、残り時間は2分30秒切っております。
はい、スタート。はい、5回目の走行です。はい、5回目の走行スタートです。さ、先ほどの記録より早く着くことはできるんでしょうか。残り時間はまだ2分とあります。全然壁に当たることなく進んでいますね。さあ、間もなくゴールです。はい、通りました。20秒298、記録20秒298ということで暫定1位ということです。はい、ありがとうございます。厚木ロボット研究会西崎慎吾さんの BM02 でした。ありがとうございました。では続いて出走番号25番の方、出走準備お願いします。スタート。はい、1回目スタートしました。おっと、こちらも順調に走行しております。こちら福井大学からくり工房アイシス所属岸本匠さんのロボット、ラークです。さあ、走行しているうちにゴールいたしました。記録、お、18秒729です。暫定1位です。おめでとうございます。重ね探索で帰ってくるということですね。そのまま全面探索をやります。全面探索ということで、はい。さあ、こちらもとても小さいサイズのものできましたが、本当にあれですかね、フレッシュマンですかね、一度もゴール入ったことないんですかね。ハーフでは、地区大会でしかちょっと完走したことはないです、はい、クラシックは去年完走しました。はい、はい、ってことで1回目の探索は終了ということですね。じゃあ大きい方ではね、完走してるんですよね。はい、ってことですね。はい、では続いて2回目の走行となります。ただいま出走しておりますのは、出走番号25番、福井大学からくり工房アイシスさん所属の、岸本匠さんのロボット、ラークです。はい、スタート。はい、2回目走行スタートです。お、早い早い。素晴らしい。すごく、丁寧に。おっと、止まってしまいました。ゴールがちょっと違ってます、ね。間違ってゴールしてしまったということでしょうかね。リタイア、リタイア。はい、2回目、リタイアということです。今のが一番速いスピードなんです。まだ速くなるということで、残り時間は 5分を切るというところです。ゴール間違ってますから探索やり直すんですかね。ちょっと別のモードで最短をやってみます。さあ、続いて3回目の走行となります。残り時間は4分30秒を切っております。あ、スタート。はい、3回目の走行スタートです。おっと、これはもしや斜めで、はあ、すごい早いです。あっと、当たってますが、おっと、止まってしまいました。はい、ということで3回目はリタイアということで、残り時間は4分ですね。素晴らしいですね。フレッシュマンとは思えない。まあ、フレッシュマンと思えないですね。はい、クラシックの方では完走されてるそうなんで。はい。素晴らしいですね。だから、全くの未経験者じゃないんで。そうですね。迷路の形が半分になっただけですか。そうですね。はい。小さくなったということで。はい。スタート。はい。4回目の走行スタートです。探索やり直しです。そうですね、もう一度探索し直してということで。さあ、探索も早く済んで、あ、ちょっと回り込んでの
はい、ゴールということです。4回目。こちら18秒544でした。残り時間は3分ですね。こちら全面探索というところですかね。で帰ってくるというところでしょうか。乗り込んで確認をしておりますが、丁寧に全て探索して戻ってくるという感じですかね。さあ、スタート地点に、おっと、戻らない。本当に細かく全面を探索して戻るということなんですね。おっと、止まってしまいましたか？探索終わり？あ、探索終わりということで、はい、4回目の走行終了です。残り1回の出走ということで、残り時間は2分をそろそろ切るというところです。さあ、これはタイムがすごく期待できそうです。福井大学からくり工房アイシスさん所属、岸本匠さんのロボットラークです。はい。じゃあ5回目出走です。おっと、早い早い。セラロームですかね、こちら。おっと、少し当たってますけれども。はい、ゴールしました。はい、記録、7秒008。断トツで1番ということです。おめでとうございます。はい、ということで、最後の出走ということでしたので、岸本匠さんのロボットラークでした。ありがとうございました。では、出走番号26番の方、お願いします。カウントダウン。はい、スタート。はい、スタートいたしました。福井大学からくり工房アイシスさん所属、伊藤義弘さんのロボット、セキレイです。テクニカルシートをちょっと出し忘れてしまって、データが何もない状態になっていると。そうですね、はい、何かコメントがと思ったんですけど、特になかったものでして、これから、はい、では1回目の走行終了です。こちらが22秒333ですね、おめでとうございます。あ、まだそうですね、こちら帰ってくるということで。全面探索をしようとはしています、はい、全面探索するということです。今のところどの大会でも成功したことがないので、どうなるかわからないです。今回こそ成功するといいですね。はい、こちらこだわって何か作った点というのはあるんですか？先ほどちょっとおっしゃられたんですけど、ステッピングモーターを使ってイターハーフマウスを作ってみようと思いまして、ちょっと DC が主流なのは分かってるんですけど、 DC の制御は難しいなってことが分かったので、ちょっと作ってみました。そうだったですね、ありがとうございます。さあ、順調に全面探索をしている状態ですね。関根というと、こちらは鳥の名前です。はい、まあ、色が白黒なんで関根っぽいかなって適当につけました。なるほど、そういった意味があって、どちらかというと黄色の方が目立つような気がするんですけれども、のカプトンテープが黄色なのでそう見えちゃってますね。あ、終わりました。止まりましたね。はい、では1回目の走行終了ということですね。では続いて2回目の走行となります。残り時間はもうそろそろ5分を切るところです。はい、スタート。はい、はい、2回目走行スタートです。おっと、スラローム斜め、あー、止まってしまいましたね。はい、じゃあ2回目の走行リタイアということですね。さあ、残り時間は4分35秒となります。ちょっと首をかしげられましたが、大丈夫でしょうか。はい、スタート。はい、3回目スタートです。先ほど首かしげられましたが、どうしました？いや、なんか思ったのと違う動きしてます。あれ？ですが、なかなかこう、順調に、はい、
ゴールしました。はい、記録は16秒045です。暫定2位になりますね。はい、じゃあこちらで終了ということですね。3回目の走行終了です。残り時間は3分45秒です。スタート。はい、では4回目スタートです。スタートいたしました。おっと、やはり同じところで当たってしまいますね。はい、では4回目の走行リタイアということです。ちょっと思っていた状態ではないですか？あ、ちょっとさっきのはこう、さっきやってた岸本が僕の後輩なんですけど、全然勝てそうにないです。追いつけ追い越せということで、残り時間は3分ですね。はい、スタート。はい、最後の出走です。はい、さあ残り時間はまだ全然余裕があるようですけれど、加速しないということで、思ってた以上に加速しなかったですか？いやー、なんかちょっとプログラムをミスったみたい。そうなんですね。はい、記録出ました。16秒029。16秒029です。そうなりますとこちらで、自己タイムということですね。はい、暫定2位ということでした。はい、おめでとうございます。伊藤義弘さん、赤嶺でした。ありがとう。はい、続きまして27番の方がいらっしゃらないということですので、28番の方、はい、出走お願いいたします。はい、カウントダウン。はい、スタート。はい、1回目出走いたしました。こちら、出走番号28番、東京工芸大学からくり工房所属、まあ、ヤクコーさんですね。ロボット名が M1 です。さあ、ゆっくりと探索をしつつゴールに向かっています。くるっと回って方向転換してしまいますね。おっと、戻ってしまっている。細かく見てるんでしょうか？あ、はい、壁見るのミスですね。そういうことなんですね。あ、そうなんですね。さあ、無事ゴールできるでしょうか？ただいま出走しておりますは、東京工芸大学からくり工房所属、マ・ヤクコーさんのロボット M1 です。おと、やはり方向転換してしまいますね。ちょっと思ってたのと違いました。いや、このあ、はい、リタイア。はい、じゃあ1回目リタイアということで、残り時間5分切っております。あのね、壁が抜けてても自分で壁を作っちゃったっていう、そういうデータが入ることあるんですよ。もう行くとこなくなっちゃって、だからああやってくるって回って別の方向に、はい、あ、なるほど。はい、ということで、はい、スタート。はい、2回目の走行です。はい、スタートいたしました。とちょっとちょっと酔っ払ってる。そうですね、安定してないですね。ちょっとフラフラと。おっと、どうしたんでしょうか？はい、リタイア。はい、2回目リタイアです。どうしたんでしょう、いきなり足元がおぼつかない感じになりましたが。さあ、残り時間は4分を切りました。はい、スタート。はい、3回目の走行スタートです。
今度は大丈夫ですね。まだちょっとフラフラとしてるような、そうですかね。さあ、ここまでは順調にゴールに突き進んでいる状態です。おっと、壁と判断して戻ってしまったんでしょうか。確かこの辺りで戻ってしまいましたね。ご本人的にもどうでしょう。はい、東日本の、競技終わったら戦車の位置が変わりましたから、今そうですね、この位置変わったの多分失敗しましたと思います。はい、失敗してしまったということで、さあゴールは目の前なんですけれども、お、来た、行ってくれるでしょうか。来るかも。さあゴールに、はい、なんとかゴール到着しました。記録が1分15秒283、1分15秒283です。おめでとうございます。さあ、重ねて探索ということですね。残り時間は2分20秒です。なんとかゴールにつけてよかったですね。あ、これは本当にラッキーですね。ラッキーということで、ご本人様的にはラッキーだったということですね。重ねての探索、おっと、やはりぐるっと回るという一種の仕様なのかなって一瞬思うんですけどね。お、ちょっと当たってしまいましたが大丈夫でしょうか。さあ、もう間もなく、おっと、あ、帰っちゃいますね。おっと、壁を突破したんでしょうか。さあ、おっと、出てますね。マップデータは多分ずれています。マップデータがずれてしまっているということで、このまま走行、いや、もう止めたいときはデータを全部消すという条件で消しますから。大丈夫ですか。そうしますか。はい、わかりました。はい、では、はい、では3回目の走行は終了ということですね。残り時間が1分となっております。時間的にちょっと厳しくなってまいりましたが大丈夫でしょうか。はい、残り1分です。ただいま出走しておりますは東京工芸大学からくり工房所属、ま、やっこうさんのロボット M1 です。3回目の走行スタートですね。あ、4回目の走行ですね、失礼いたしました。さあ、残り時間は40秒です。大丈夫でしょうか。終われない。さあ、残り時間は30秒切りましたが、一度データを消してしまった状態ですので、さあ残り15秒というところですね。意外といけるんじゃないかなと。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。そこでば、あ、曲がってくれなかった。はい、ということでタイムアップですね。はい。一応、はい、ゴールということで、はい、50秒548、記録50秒548でした。こちらの方で記録は1分15秒283ということで取らせていただきます。今、ヤフコーさんのロボット M1 でした。ありがとうございました。はい、続きまして29番の方、出走お願いいたします。はい、カウントダウン、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、少々お待ちください。はい、はい、いいです。はい、大丈夫です。1回目、出走スタートです。こちら東京工芸大学からくり工房所属、福本哲平さんのロボット壁マウスです。
ロボット名の由来は前方が壁のようになっているからということですね。とても大きな機体ですね。電池前ですかね。さ、順調に走行しております。さ、もう間もなくゴールに近づいてまいりました。あ、やはりここはくるっと回るんですね。はい、ゴールいたしました。記録が57秒315です。おめでとうございます。こちら河川道路、あ、こちらで終了ということですね。はい、では1回目の走行終了です。続いて2回目の走行となります。残り時間は5分20秒です。音がとても可愛らしいですね。あ、スラルームを使うということですね。あ、スタート。はい、2回目の走行スタートです。お、滑らかにカーブを曲がっていっております。ここは順調に進んでいっております。さあ、こちらもタイムが期待できそうですが、はい、ゴールいたしました。記録22秒332、22秒332です。暫定4位です。おめでとうございます。さあ、こちらで終了ということですね。はい、2回目終了です。残り時間は4分10秒です。スタート。はい、3回目の走行スタートです。おっと、今回はスラロームじゃないんですね。こっち側の道を出せるかなと思って、はい、はい、重ね探索で。そうですね、残り時間が3分30秒ということですね。まだ半分ですね。はい、はい、まだ時間の方は余裕はあるということですかね。すごくしっかりとした走りを見せていただいております。こちら工芸大学で作っているユニバーサルマウスを改良したということなんですね。はい、どこら辺を改良したんでしょう。そうですね、やっぱなんか基本的なその壁切れ補正ですとかスラロームっていうのをちょっと、去年と去年の、大会の結果からちょっとずっと作ってきまして、でプログラムは、その友達、そのサークルの人との共同で作った部分も結構あります。ありがとうございます。はい、記録出ました。58秒426です。4回目の走行が、3回目の走行ですね、終了しております。でこのまま重ねて探索ということですかね。はい、さあ、残り時間が2分半を切っております。自己 PR で去年完走できてないので今年は完走できるように頑張りたいですといただいておりました。完走できてよかったですね。残り完走すると今度はね、エキスパートクラスになる。あ、そうですね。来年も、来年も、まあ、来年も、はい。そんなことないと思うんですけど、はい、では戻ってまいりました。はい、お帰りなさい。残り時間1分50秒切りました。続いて4回目の走行となりますね。ただいま出走しておりますは東京工芸大学からくり工房所属福本哲平さんのロボット壁マウスです。
さ、残り時間が1分20秒をそろそろ切るというところですね。はい、スタート。はい、4回目の走行スタートです。お、スラロームになってますね。はい、逆に出しまった、行かなかったですね。こっちが最短って判断しちゃったみたいです。そういうことなんですね。はい、さあ残り時間1分を切っております。はい、到着しました。記録21秒920です。暫定で4位となっております。はい、でこちらで4回目走行は終了ということですね。残り時間がそろそろ30秒を切るというところです。あと1回出走できますね。あ、増えてる暇ない。そうですね、残り時間が20秒をそろそろ切るというところです。大丈夫でしょうか。はい、あ、じゃあ5回目す、あの走行ということですね。さあ残り時間が10秒を切りました。少し早くなったんでしょうかね。速度がこれがマックスなんで、ちょっと直線多かったらこれが限界、あんまり変わらないかもしれないです。わかりました。すみません。ではこちら、記録には残りませんが、21秒195となりました。今回は、21秒920が、ベストタイムということになっておりますので、はい。では、こちらですね、福本哲平さんのロボット壁マウスでした。ありがとうございました。では続きまして、30番の方出走お願いいたします。はい、カウントダウン。はい、スタート。はい、1回目出走スタートいたしました。東京高、出走番号30番、東京工芸大学からくり工房所属、川内幸喜さんのロボット、川内号です。ゆっくりと安定して滑、こちら走行しております。ここまでは問題なく進んでいる状態です。さあ、まあ、もうなくゴールというところですね。はい、ゴールいたしました。記録が1分7秒080です。おめでとうございます。このまま重ね探索ということで、はい、残り時間は5分20秒切っております。こちら初めて作ったということですね。はい、そうですね、そうですね、作に入って初めて作ったマウスです。はい、ね、一番苦労したところってどこですか。したところはセンサーの値をしっかり取ることが難しかったですね。はい、なるほど。もうそちらの調整もバッチリと。はい、はい、バッチリです。では2回目の走行も楽しみです。順調に重ね探索して戻ってきているようです。残り時間が4分40秒を切るところです。はい、1回目の探索から戻ってまいりました。はい、1回目走行終了です。はい、2回目の走行スタートです。
残り時間は4分を切りました。すごく安心して見れますね。なんかフラフラしてないですし、はいはい、さ、そろそろゴールというところですね。お、今度は回らずにそのままゴールということですね。はい、記録42秒778です。暫定6位というところです。残り時間が3分10秒です。はい、スタート。はい、3回目の走行スタートです。マックススピードはもっと上があるんですか？いや、わかんないですね。このぐらいのスピードしかまだ試したことがないの。多分 上まで行けます。行けるんですね。そうなんですね。はい、分かりました。ありがとうございます。さあ、残り時間は2分30秒切りました。はい、ゴールいたしました。記録39秒794です。暫定5位ですね。さあ、残り2回の走行で残り時間が2分10秒を切りました。はい、スタート。はい、4回目のスタートです。ただいま出走しておりますは、東京工芸大学からくり工房所属、川内幸喜ちゃんのロボット、川内号です。さあ、1秒でもタイムを縮めていただいてということですね。はい。さ、もう間もなくゴールですね。はい、ゴールいたしました。記録39秒024ですね。はい、はい、徐々に、はい、縮めていっております。はい、残り1回の出走ですね。残り時間は1分を切りました。はい、はい、スタートです。先ほどスピードを上げたということですか？ほんの少し上げましたけども、そんなに変わらないんじゃないですかね。変わらないということで、これ以上はということで。わかりました。さあ、最後の出走ですね。残り時間は、もうそろそろ30秒切るというところです。もう間もなくゴールです。はい、出ました。記録38秒807です。はい、今までで一番早いタイムでした。はい、ということで、川内幸喜さんのロボット川内号でした。ありがとうございました。はい、続きまして、31番の方ですね。はい、出走準備お願いします。はい、カウントダウン。スタート。はい、スタートいたしました。こちら出走番号31番、東京工芸大学からくり工房所属、川原紀弘さんのロボット川原号です。あ、こちらも安定した滑り出しということですね。
間もなくゴールですね。あ、やはり1回目はこう大きく回ってゴールというところなんですね。はい、ゴールいたしました。記録は49秒986、49秒986です。おめでとうございます。このまま重ね探索ですね。はい、残り時間は5分40秒というところです。こちらどこかこだわった点とかってあるんですか？まあ、外側でいうとそのコードの巻き方とかコードのまとめ方をちょっと切るのはちょっと不安だったので、巻いて後ろでまとめたりする人が多いんですけど、その、まあ、巻いてその、まあ、コンパクトになるようにあまり巻き込まれないようにということですかね。はい、なるほど。さあ、そこ行っているうちにスタート地点まで戻ってまいりました。はい、1回目の走行終了です。続いて2回目の出走となります。残り時間は5分を切っております。あ、スタート。はい、2回目の出走です。安定した走りでもう間もなくゴールをするところです。先ほどは大きく回りましたが、お、最短ルートということで、はい、ゴールいたしました。記録40秒888、記録40秒888です。で、重ねて戻ってくるということですね。さ、残り時間は、まだ3分45秒ありますね。ただいま出走しておりますは東京工芸大学からくり工房所属川原紀弘さんのロボット川原号です。さ、もう間もなくスタート地点に戻ってきます。時間の方は3分20秒切っておりますね。はい、2回目の、出走終了です。続いて3回目の走行となります。はい、スタート。はい、3回目出走です。お、スラロームですかね、こちら。スラロームですね。はい、ちょっと不安なまだところは残ってるんですけど、あんな感じでちょっとぶつかっちゃったりして、あんな感じで、はい、じゃあ3回目リタイアということです。残り時間が2分40秒です。さあ、続いてはどのように見せていただけるのでしょうか。ゴールまで一応これ動いているので、それが終わったらまた、はい、はい、ということですね。さあ、残り時間は2分20秒切っております。スタート。はい、こちら4回目の出走です。あと止まってしまいました。はい、では4回目リタイアということで、残り1回ございます。残り時間が1分50秒ですね。スラロームを成功させてゴールできるのでしょうか。スタート。はい、5回目スタートです。さあ、うまくいきますでしょうか。ちょっとスピード落とすと、まあ、安定してたんで、これが今、はい、そうですね。じゃあ少し、あ、
はい、壁に当たってしまいました。では5回目終了ということで、記録は40秒888ということで、川原紀博さんのロボット川原号でした。ありがとうございました。はい、では続いての出走お願いいたします。カウントダウン。はい、1回目の出走です。こちら東京工芸大学からくり工房所属の佐藤サンタさんのロボット MSA2 です。さあ、前回の全日本では完走できなかったので、今回は完走できるようにしたいということですね。はい、ゴールに向かって順調に滑り出しております。さあ、もう間もなくゴールです。やはりぐるっと回るんですね。はい、ゴールいたしました。記録が1分3秒421、1分3秒421です。おめでとうございます。なんとか完走できましたね。まあ、危なかったですけど、結構あの壁とかにぶつかってて、まあ、前にぶつかることによって、こうその行き過ぎなくなるんで、まあ、いい感じに止まっなんですか、ね、元に戻れてたんですけど、こう壁が切れるとやっぱりどっちかの壁に寄っちゃうのがまだ調整しきれてないんで、そうですね、そこら辺まだちょっと厳しいですね。次回はそこが課題というところですね。まあ、結構センサーの、まあ、形とか場所とかもいろいろいじったりとかして、まあ、どういうのが一番いいのかなって感じで作り変えたりとかしてたんですけど、結局まあ最初の形に戻ってきてしまって、まあ、あんまり変わってないと。そうだったんですね。はい、まあ、形としてはこれが一番ベストなんじゃないかなということですかね。はい、ということで、1回目の探索走行から帰ってまいりました。おっと、止まりましたかね。終了ということで、はい、では1回目の走行終了です。残り時間は4分15秒です。続いて2回目の走行です。スタート。はい、2回目の走行スタートです。さっきの往復探索で、スタート前の一画前に戻ってきて、まあ、またそのままもう一往復探索して最短を出してきて、その3回目を走らせるという予定だったんですけど、うまい、まっすぐこう戻ってきたときに前向けなかったんで、ちょっと失敗ということで、もう一回かけ直します。はい、ね、はい、思いました。さあ、2回目の出走ということで、残り時間が3分30秒です。ただいま出走しておりますは、東京工芸大学からくり工房所属の佐藤サンタさんのロボット MSA2 です。さあ、ゆっくりと確実にゴールまで近づいていっております。おっと、壁に当たってしまいましたね。先ほどは通れたところなんですけれども、お、ずれてしまっている状態ということで、何が原因なのかちょっと分かんないですけど、ちょっとなんかマップずれてますね。マップがずれてるということで、はい、では2回目リタイアということです。マッピングがずれてしまったということですね。残り時間が2分30秒を切るところです。続いて3回目の出走となります。
スタート。おっと。はい、3回目の走行スタートです。残り時間は1分50秒ですね。なかなか時間が差し迫ってまいりましたが、大丈夫でしょうか。残り時間1分30秒切っておりますが、なんとか先ほどのようにゴール手前で止まらないといいんですけれども、さあ間もなくゴールにというところでしょうか。あっとはい、やっぱりどうしてもあの電圧っていうか、まあ電池の値がこう下がってしまうとセンサー値が変わってしまうんで、やっぱりこう走っていってどん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 電池を食えば食うほどまっすぐ進まなくなるんで、そういうことなんですね。はい、では3回目リタイアということですね。では1回切ってということで、残り30秒になるところですね。厳しいところですが、続いて4回目の走行となります。ただいま出走しておりますわ。スタート。はい、では4回目の出走スタートです。はい、残り時間が15秒ですね。はい、スタートいたしました。はい、ここでタイムアップということで競技終了となってしまいます。もう最終だからもう行くとこまでちょっと行ってみてください。行くところまで行って、こちら公式には残りませんがタイムを測らせていただきます。で、さっきのところでちゃんと入ってくれるかとか。2回目も3回目も何が原因でちょっと行けてるか、まあ、まあ、なんですか、大体のあれ予想はついてるんですけど、明確には出てないんで、まあそうですね、ここまで走ってこれてるんで、まあ、何が原因なのかちょっとよくわかんないですね。やはり手前であそこで当たってしまいますね。ゴール入るかも。あ、入りますかね。はい、あ、でもあそこがゴールって思ってるんですかね。そうみたいです。そうですかね。はい、ということで手前でゴールならずということでして、はい、記録は1分3秒421となります、東京工芸大学からくり工房所属佐藤サンタさんのロボット MSA2 でした。ありがとうございました。はい、ということで以上で、マイクロマウスハーフサイズ競技フレッシュマンクラスを終了いたします。 MC は松原明でした。皆様ありがとうございました。